BGM つけ忘れた。はい、天野です。よいしょ。天野です。遅くなって申し訳なかった。天野です。ボムズ所属個人バーチャル YouTuber ジトミモノエです。よいしょ。メリクリーイブイブ。イブイブじゃないわ、イブだ。メリクリー、みんなメリクリ、メリメリクリクリ、メリークリスマス。いやーマジでクリスマスですよ皆さん。いかがお過ごしですか？メリクリ。あとさ、ちょっと一個いい？お刃物、お刃物、お刃物、みんなお刃物、お刃物、ちょ本当に一個いい？一個さ、そのジトミモノエとクリスマスプレゼント交換会をする前に一個いい？ちょっとこれだけ言いたい。これあのトリミングして、あのマジで本当にありがとうって感じ。正直すげえ嬉しかったんだよね。なんかすごい、あのこれ言っていいのか分かんないんだけど、今までで一番嬉しかったかもしれん。なんかすげえ嬉しかったわこれ。ありがとう、クリスマスに。本当にありがとう。声テンション低いわけじゃないんだ。あの、喉が若干疲れてるんだ。ここから取り返していくから、声のテンションは。で、とりあえずまあね、あの、9万人、本当にありがとうございます。すごい嬉しかった。マジでありがとう。あの、10万人いったらあのツボやるってやつ、別に10万人いかなくてもやってもいいかなって思ってるけど、あの10万人いったらやるので、ありがとう。あ、スーパーチャット今日終わりにさ、めちゃくちゃ読む時間取るわ。まがして、もう全員分読むからさ、名前とか。なんなら全員にメリクリって言ってるから。スーパーチャちゃんと最後に返すから今日。いやマジで本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかった、これ。っていう話を先にしたかった。はい。ということでね、みんなメリクリなんだけど、本日はジトミモノエ物欲企画ということで、圧倒的に物欲殴られても仕方ない、いっそ殴ってくれてもいいけど物欲には勝てなかった企画第1回、ジトミモノエにクリスマスプレゼントを贈るの。もうもらったからさ、私この企画やめてもいいかなって思ってんだよこれもうやめてもいいかなって思ってんだよマジで。もうもらったよ、いいや。終わってさ、ちょみんなにさ、ジトミがさあげたいものをさ伝える会に変えたい気もするけどさ、実はもうもらっちゃってる節があるので、あのはい、メリクリみんな。あ、ちなみにあのちゃんとジトミもの絵からのプレゼントは用意してるので、どうする、終わりがけでいいかな。え、みんなさ思うんだけどさ、これさ、ちょボムズファンにしか伝わらん話をしていい？ボムズファンにしか伝わらん話するね。あのさ、8時からピカミンちゃんの枠みたいリスナーって絶対いるよね。ってことはさ、それより前にさやんないとさ、まあ、二窓するなり移動するなりはさもう全然好きにしていいんだけどさ、それより前に欲しいよね、ジトミからのプレゼントだよねと思ってて。じゃあちょいごめん、あのプレゼント多分ね企画の途中になるけど、そんなに時間かかんないので、もそれの話は19時50分、19時50分にやるわ。え、宇宙だって宇宙21時でしょ、そこまでにはこの枠ってわからん、終わると思うけど、そこにはもうダラダラしてるぜ。今日はもうリスナーとダラダラクリスマスを過ごそうの会みたいなとこあるから、企画じゃないかな、企画趣旨よりもね、あのもうリスナーとマジであの仲良くしようの会だから。そう、みんなあの見たい配信があったら、まあ、二窓してくれたらそれは嬉しいんだけど、移動してくれてもいい。だって今日はクリスマスだからスペシャルみたいなスペシャルがやってるんだろ。
今日はもう地と見物絵をとクリスマスを過ごしたい人がここにいる回だから、ありがとうな来てくれて、普通に嬉しい。なんかもう今日リスナーに感謝めっちゃしてる気がする。なんかね、本当に嬉しかったんだよ9万人。なんか本当に地と見物絵何万人記念とかなんかちゃっとやってた印象があるかもしれない。いや、みんな毎回嬉しかったんだよ、すげえ嬉しかったんだけど、今日なんかすげえ嬉しいんだよね今。わかりやすくね、テンションが高い。実は起きたのが数時間前なんだけど、みんな数時間前か、なんか本当に1時間前くらいに起きたんだけど。でね、じゃあ企画の話をしましょう。本日はですね、地と見物絵物欲企画なんですけれども、地と見物絵がですね、過去に一度だけ欲しいものリストを公開したことがあってですね、あったんですよ。で今それが概要欄にペッて貼ってあるんですけど、ここにね、あなたがあげたいものを追加しようで買ってくれみたいな、まあ圧倒的物欲企画なんだけど、なんでこれをやってるかっていうと、なんかね、たまにマシュマロに来てたんだよね。スーパーチャットだとお名前が出るから、名前が出ない方法で支援がしたいです。欲しいものリストを公開していただけませんでしょうかってのが来てたんですよ。そうそう。あ、この話をする前にちょっとマシュマロの説明するね。欲しいものリスト、これ、地と見物絵のみ編集可能になってるんですけど、ここに物が追加したいときは、ですね、マシュマロに、Amazon の商品のタイトルをフルコピペで送ってください。それで地と見物絵が、これは欲しいなって思ったやつだけ入れてきます。ダンボール専用部屋復活です。もう復活してます。なんならこれちょっと概要欄を説明したタイミングで送ってくださった方がいて、もうダンボール部屋復活してます。カラコンいらん、ごめん、いらんものはね正直省かせてもらう。なんでかっていうと、そのやっぱりいらんもん、私がいらないのにそのものもらったらやっぱ必要な人が困っちゃうでしょ、というのはやんないって感じ。そうそうそう。オーディオインターフェースは、私利私欲です。これは、買わなくていいです。高い。これは、アマゾンのギフトカードを送ってくれたら、これの足しになりますっていう、そういう座標です。気にしないでください。そういう座標です。今これ欲しいんだっていう、ジトビがこれ買おうとしてますっていうだけ。これメモ帳にも使ってたんですよ。私が欲しいものリスト。実は昔の誕生日の欲しいものですね。ジトビもね、メモ帳代わりに使ってて。メモ帳代わりにしてて、すげえ実用的だよ。もうだって実用的なものしか入れないよ。だって段ボール地獄になるんだもん。という感じでマシュマロに送ってきてくだされば地と見物絵追加しますのでよろしくお願いします。ちなみに来なくてもいいです。普通に雑談をしよう、それでもいい。でね、そう、欲しいもの話に戻るんだけど、名前が出ないで買いたいっていうのとプラスアルファ、物をねあげたいみたいな。スパちゃんも嬉しいけど物をあげたいよ。俺ジトミにジトミん自分があげたいものをあげたいみたいなのがあったから、まあ年一くらいならいいかみたいな、まあ、来年はもしかしたらないかもしれないけど今年くらいはまあいいかみたいな。そう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 。なんかね、あんまりね、あれだよ、リスナー別のリスナーに期待しすぎちゃダメだよ。これもしかしたら買ってくれるリスナーいるのかな、ニコニコとか見てたらダメだよ。よくない。他のリスナーにプレッシャーをかけるのはよくない。まあ、というのはまあという感じでね、概要欄にとりあえずまあ URL が2つも貼ってあります。スーパーチャットありがとうございます。配信終わりにちゃんと今日は名前を読み上げますので全部。今日、何時に終わるんだろうな、スパチャ読みしてたら。また5月みたいになるのかな。まあ、また5月みたいになったらそれはそれでって感じ。OK。マシュマロを送ってくれればこっちでマジでめっちゃやる。待ってね。マジこれ、本当に言ってるこれ、大丈夫これ、戦争にならない、戦争にならないって信じてぶち込むからね。
げえな。いや、ジョジョを7部から読んでほしいから7部送りますっつって7部の全巻セット入れようとしてるやついるんだけど、それマジ？本当に大丈夫なんだな？私は信じるからな。あつか、私欲しいもん。Twitter フォロワー限定にしてるわ。誰でも OK に一応しとこう、今だけ。みんなログインするのめんどくさいだろ。本当に7か、7は、え？ 7部からでいいの？いや、まあまあ、7部から送られてきたら7部から読むよ、マジで、ジトミは。ジョジョはどっから読んでもいい。あ、そうなんだ。マジか。そうなんだ。え、なんかすごいな。なんかさ、結構さ、ここから読んでみたいなのあるじゃん、どの作品でも。でも最初から読んでみたいなのもあるやん。合ってるか、これで合ってるかな。合ってる。あ、ちなみに欲しいものに入れても送れないやつだったら、送れなかったわごめんって適当に送ってくれれば、字というものでそれで、あ、了解みたいな感じで適当にするので。あと、これ送れねえよっていうのを教えてくれれば消してくので、よろしくお願いします。ちなみにクリスマスじゃないわ、誕生日の時に一番役に立ったのは、割と実用的で言えばマジでアマゾンの欲しいもの、あのギフト券でした。それで AirPods Pro 買ったので最強だった。偶数部から始めるの若干きつい。まあいろいろあるんだな。まあ、ちょっとありがとうございます。最後に読み上げありますので、よかったらアーカイブでも自分の名前呼ばれてるところ聞いていただければ。実際ね、汎用性高い。あ、和牛。それはそう。現金は正義。あ、肉無理だった。感謝。これね、多分ね、前回から入りっぱなしだと思う。ありがとう。そういうの教えてもらえるのが助かるわ。ありがとうな。何の話しようとしてたんだったかな。あともう送られてきたやつは、もう一度は入れないので。今ネクロニカのさ、ルルブ入れようとしてくれた人いたんだけど、実はもうネクロニカのルルブ届いたんだよね。実は配信前に入れてくれっつって、もう買ったやついたんだよね。あ、ザッキーさんメンバーありがとうございます。よくささてつやバチバチありがとうございます。まあ天ギフ買うんだったらスパチャした方が私はいいと思う。あれはもう完全に自というおろえが現金が手元にある安心感だけだったよ。ネクロニカさ、いや配信でできなくない？すごい好きなんだけど。ネクロニカはマジで、あ、やべえ、ちょっと待って、すげえ助かるやつ来てる。これマジで買ってくれるんだったらね、ジトミ泣いて喜ぶわ。マジか、これちょっといいよ。ごめん、ありがとう。忍び神のさ、改訂版ルールブック、正直大変助かってしまう。忍び神さ、やりたいんだよね、配信で。忍び神ね、今来た。あ、待って、送れなかったやつスパチャで教えてくれるのやばすぎる。ごめん、ありがとう。え、どれだって、稲荷揚げ餅か。 OK。 え、稲荷揚げ餅消えてんね。誰かこっから買ったかな。多分これも買えないんだろうな。忍びやりたいんだよね。そう、ジトミ実は忍びでよ。あ、俺が送った。そういうあれか。
ありがとう、忍び。正直、忍びが一番助かる。じゃ、忍びね、買い直そうと思ってたの。単行本、単行本タイプの忍びのさ、古いルールブック知ってる人いるかな？忍び神っていう、クトゥルフみたいに、まあ、TRPG ってのがあって、ちょっと待ってね、でかい TRPG って丸があって、その中に、クトゥルフ、忍び神、ネクロニカ、パラノイア、みたいな感じでいっぱいあるんだけど、その中の忍び神っていうやつで、やつがあって、ちょっと待って、味噌汁これどんだけ送ろうとしてる？どれかにしようかな。ちょっと待って、多いわ。長谷園の味噌汁ってうまいのかな。だってめちゃくちゃあるね、これね。長谷園の味噌汁うまそうじゃね？ちょっと待って。ちょっと待って。持ってるルルブ全部いったらいいんじゃね？忍び、実は忍びとクトゥルフしか持ってないまである。あ、いや、ダブクロとソードワールドとログホラも持ってるけど、あ、開いてない、ビニールが読んですらいない。買ってそのまま。味噌汁こんくらいでいいか。あ、でもアマノフーズの味噌汁ちょっと気になるな。あ、いや、ドライフーズ系の味噌汁はあんまり得意じゃないんだよ。やべえ。これ私味噌汁、一生味噌汁飲まなきゃいけない。朝昼晩味噌汁かもしれん、これ。女入れたら、ちょっと。あ、でも、減塩は欲しいかもしれん。なんか、やっぱ減塩大事なのかなって、ここ最近ちょっと思い始めた節がある。東京ノバっておもろいんすか？実はお名前をここ最近初めて聞いたレベルなんでございますけれども、深淵も面白いぞ。あ、深淵安いけど自分からのクリスマスプレゼント、え、これ児童用のやってさ、クリスマスも切れていい？あ、ダメですよね。優しく諭しますけど、ジドミスーパーチャットに、安いけどとか、少ないけどって言葉つくの好きじゃないんです。なんでかって言ったら、普通に人にお金をあげるっていうのは、あまりにも普通できないことなので、安いって言うんじゃねえ。安くねえんだ。お前、私は自分に子供が生まれたとして、子供にお小遣いあげるの若干ためらうと思うぞ。お金大事だから。嘘。さすがに嘘かもしれん。子供生まれたらまた別かもしれん。今ゆっくりさ追加してってるから、ちょっと待ってね。だからありがとうなんだ。少ないってつけるな。私が悲しくなるだろ。もらった身が。まず子供できないだろ。クソ最低だろ。ド最低だろ。高いです、それ天才。マジで。高いですでいいよ。マジで。高いですでいてくれ。マジで天才それ。天才。おい、漢字辞典ジトミに送ろうとすんな。持ってんだ。漢字辞典があるからって漢字が読めると思うな。漢字辞典ってさ、あれか、今国語辞典と漢字辞典がガバガバになってたけど、ちょっと待って、インセインさ、それ、待って、こんないっぱい入れる？そう、実はインセイン持ってないんだよな。ゆっくり入れます。というもの、今、マシュマロと会話してるので、聞いてる人からすると、ちょっとよくわかんない状況になってるかもしれません。まあ、気づきました。あ、漢字ドリルか。なんかさ、思うんじゃけどさ、漢字ドリル、もらったとして、私、裏で漢字ドリルやるの？表で漢字ドリル映しようがないからさ、裏で漢字ドリルやるの？あ、スーパーチャットありがとうございます。これ、後で、配信終わりにね、ちゃんとお名前と、感謝伝えますので、今日1時間ぐらいかかるかもしれない。ありがとうございます。
あ、でもこれ欲しいな。これどんくらいの大きさなんだろう。あ、結構でかい。あ、いやでもいるわこれ。今商品とにらめっこしてたわ。あ、にほどき用カッターはね、実はねもう持ってるわ。ありがとう。昔仕事で使ってたわ。あ、スーパーチャットありがとうございます。配信終わりにみんな全部読むからな、感謝。今回ぬいぐるみ追加されないんですか？ぬいぐるみを入れてったらさ、ジトミのベッド、ジトミの場所なくなっちゃうから。でも一個くらいは欲しいなという気持ちもなくもない。前回めちゃめちゃもらったんだよ。前回えぐい量もらったんだよ。ぬいぐるみはマジでさ、えぐい量もらったんだよ。あのめちゃでかいウェンダゴラ、あのウェンダゴマジでさ枕になってるよ。ベッドを追加すればいい。バカ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 。それ送られてきた時私どうすればいい。いやでもベッド買おうと思ってるんだよ。いやベッド買う時は自分で買うよ。もう寝具周りはもう自分でどうにかする。お前かわいいな、マシュマロ。お茶漬けだけ来てる。かわいいお前。ちょ、お茶漬けアマゾンに入れるな。アマゾンでお茶漬け入れるね。ありがとう。私が好きなお茶漬け、竹茶漬けいいです。なんかうまそうな出し茶漬けある。お茶漬けにさ、なんか場所限定とかある。なんこれすごいな。実は前回もお茶漬けもらったんだよね。めちゃくちゃうまかったわ。お茶漬け50袋。いやお茶漬けさうまいけどさ、お茶漬けってさ何が問題ってさ、米炊くのがだるいよね。もうマジで生活能力低すぎるからさ、ごめん、生活能力が低すぎる発言してるね。待って、間に合わないね。私間に合ってないね。パックご飯はあんま変わんな。いや炊いてんの、毎日炊いてんの。毎日炊いてるけど必要以上炊かないから残んなくて、基本お茶漬けって朝とかに適当に残った米使うじゃん。だらば、ちょっと足らんのですわ。お茶漬けするまで米が残っとらんのだ。あ、あ、赤い。待って、ごめん。びっくりしちゃった、今。でもさ、実は読めてなくてさ、この方がね、スパチャしてくれるとき、いつも、コラボのときとかが多くて、多分私はね、ちゃんと感情読めてない。惣菜屋さんなんだな。それで、惣菜って読むんだな。ありがとう。惣菜屋さんスーパーチャットありがとうございます。バーチバーチ。多分個人の時にもしてくれてるんだけど、私が多分勢いで惣菜屋って読めてる時と読めてない時があるんだな。これおもろいな。これ段ボール地獄だな。絶対やるわ。ちょ、段ボールにほどき配信するかもしれん。名言で。いつか。マジで部屋掃除した後に段ボール開けようと思ってんだけど、マジで部屋掃除し終わったらマジで二ほどき配信始まるかもしれん。やっぱり漢字ドリル、漢字の勉強するべきかな。え、でもさ、ちょっとだけ待ってほしい。今さマジでさ、いろいろ勉強裏で実は頑張ってるんだ。ちょっと待ってくれ。二ほどき ASMR は絶対耳鼓膜死ぬで、絶対死ぬよ君たち。あ、あるあるデザインくんだ。あるあるデザインくんってさ、これ確か、あ、前回もらったな、これ。もう持っておる。ありがとう。持ってるけどサムネ作れないんだ。あ、待って、メンバーを読む。吉野ソメイさん、メンバーありがとうございます。ようこそ、さてつや。ありがとうございます。バチバチ。アプリコットレモンさん、メンバーありがとうございます。ようこそ、さてつや。バチバチ。バリ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 、ガサ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 、バン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 みたいな。途中でジトミに転んでやべえ音なりそう。ジトミのことなんだと思っております？
なんだと思ってますか？エースコンバット送られてきたらやるよ。ああ、もう、送られてきたらやるよ。エースコンバット。実は、エースコンバット、なんかどこかの誰かにやれって言われた記憶あるよ。誰だったから。アマドリだった気が。これ、アマヤシャで合ってるかな？アマヤシャさんメンバーありがとうございます。よくさった設営、合ってますか？林さんかな？あ、林さんもエースコンバット得意って、そういや言ってたわ。思い出した。言ってた。エスコンはジトミ酔うぞ。まあ、酔ったら、やめよう。やめようっていうのは、あれ。その配信を終わって、パート2に移行するみたいな感じ。酔ったら、夜までやる、エースコンバット配信やろ。もう来たら。来たものはやっていこう。あ、スーパーチャットありがとうございます。飛んだ。本日配信終わりにちゃんとスーパーチャットお返しお名前読み上げとかやるので、よろしければ、まあ、アーカイブなり、この後見続けてね、読むところまでいてくださったりしてくだされば嬉しいなと思います。え、やばい！私がずっと欲しいと思ってたものを貼ってくれてるやついる。お前天才だろ！なんでお前そんな、え？テレパシーじゃん。え、でもこれどこに置こう？あ、いや、いい、いや、どうしような。ちょっと待てよ。ちょっと待て。置く場所あるか、これ。ちょっと、今置く場所と相談してる。待って。今、置く場所と相談してる。待ってくれ。パン作り用の木の作業場？木の作業場って言い方ちょっとよくわかんないかもしれないけど、まな板ではないんだけど、本当にパン作りとかお菓子作りなの、クソでかいあれ。どうしよう！欲しいけどでけえ！これこんなでけえんだ。あーこれー、ジトミモノエの部屋、ジトミモノエの部屋、場所あるかな？ないかも、ないかも。あ、そう、ジトミモノエパン屋が夢だったんですよ。過去の雑談でね、一度か二度だけ行ってるんですけど、割とね、ガチでパン屋になりたかったんですよね。どうしよう。入れちゃう。来たらそん時、謝ろう。家族に。ごめん。欲しくなっちゃったっつって、もう、親に謝ろう。思う。親にな、謝ろう。ごめんっつって。謝ろ。ね、パン屋好きなんだよ。いや、まずあれだけでいいかな。トマト。ああ、なるほど。そういう風にしてくれてるのか、この人。マジか、天才だな。どうしよう、天才だな、この人。木材じゃなくてもいいようにシルコン入れてくれてるわ、この人。ごめん、木材のやつやっぱでかすぎるから消すわ。ちょっと、私以上に天才だった。最後まで読んであげればよかった。ごめん、天才くん。ありがとう。ごめんな。私が読んでなかった。有能すぎた。お前はまして有能。大好き。でも、リスナーのこと。そろそろ、新しい家族が欲しくないですか？ぬいぐるみ、追加しませんか？個人的にはペンギンが好きですってマシュマロ送ってきたやつ。もう。いいよ、送れよ。
姫ペンギンくれるんだったらもらうよ。あー 3DS の関係のソフトね。いやーなんかさ 3DS キャプチャーボードできないんだよな。別に漢字の勉強がしたくないわけじゃないんだ。あ、少女週末旅行、私アニメ見てないですね。これさ、 Kindle って星物リストに入れるの？あれ、児童物言にダブルクロスやらせようとしてる人いる？すいません、今の言ったは気にしないでください。コンタクトがずれました。圧倒的にいて。よし、治った。やべえ、メンバー一人 見逃してた。ゼブラさん、メンバーありがとうございます。合ってるよね。ようこそさてゼバイチバイチ。チャリシタンさんで合ってるかな。チャリシタンさん、メンバーありがとうございます。よくささてつえばいちぼいち。あ、クリスチャンさんか。ありがとう。クリスチャンさん、メンバーありがとうございます。よくささてつえばいちぼいち。読めないんだもん。スイッチに関係系あったっけ？ないんじゃないかな。さあ、もしかしてだけどさ、本棚買わなきゃいけない。 XY ロールさん、メンバーありがとうございます。よこささてつえばんちばんち、ありがとうございます。本棚ヒロさん、メンバーありがとうございます。よこささてつえ、ありがとうございます。ばんちばんち、ジトミモノエのメンバーのちょっとあまり得点が多い方ではないかもしれないんです。あ、いやでも、いや、本棚はちょっと自分で買うわ。ちょっと部屋がね、今、キツキツだから、ちょっといろいろ考えてから買わないといけない。そう、間取りわかんないから、うかつにおすすめできないでしょ。そう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 。だからそこはもう、ちょっと自分でやる。セバチャットありがとうございます。本日配信終わりに、見上げますので、ありがとうございます。圧倒的に。あ！え、ヌオーのぬいぐるみ買ってくれんのこれ。マジ？割と欲しかったよ、このヌオーのぬいぐるみ。マジで言ってる？割と欲しかったよ、このヌオーのぬいぐるみ。打ち込んでやったからな。うちのリスナー、ちょっとヌオーで目立ってるやついるから、割とヌオーに思い入れが若干できつつあったからな。なんか、だんだんヌオーのこと好きになってきたからな。出たな、触手パラダイス。巻きつけるものがないのよ。草。こんなんあるんだな。なんか今アマゾンで旅行してる気分だわ。ちょっと待って、麺バチ痛えな。おもろ。
今なんかこれうまいのか、ちょっと待って、これ12袋ももらってうまいのかな、これ本当にうまいのかな、ちょっと不安になってきたぞ。これ勝手にグレードダウンさせてミニの方にしたろ、うまいのかわからない。あ、はい、スーパーチャットありがとうございます。今日の配信終わりに、なんで今日私こんな頭飛んでんの、今日の配信終わりに、ちゃんと今日全員分読み上げますので、1時間かかったとしても読むので、よろしければね、最後アーカイブで見るとか、今日見続けてくれるとかね、してくれると嬉しく思います。エンド系のスナックうまい、マジか。これなー、ずっと迷い続けてるんだよな。これだ。これだ。ゲーミングキル毛布どういうものか分かってないから、若干買うのためらっている案件なんだよな、これ。高い割に実態がよく分からん。ゲーミングキル毛布。これマジ実態が分からん。入れとく？いやごめん、こんな高いキル毛布ジトビ多分腐らす。もう腐らす。あと5分で50分だから気をつけてな。ありがとう。ね、ちょっと一回休憩していい？ちょ、休憩していいか。マシュマロと、にらめっこしてるの疲れてきた。お前ら、ちょっと気合い入れすぎなのよ。ケーキでも食って落ち着こうぜ。クリスマスだよ、今日。あ、そう。ジトミのツイッターフォローしてない人は知らないかもしれないから、ちょっとこのお話するんだけど、ジトミ、おとといケーキを焼きまして、バナナパウンドケーキを作ったんですよ。あまりにも天才すぎてめちゃめちゃうまいんだけど、あまりにも量が多すぎて、食い切れてない。あれめちゃめちゃでかかったんだよね。なんかさ、みんなの手元にあるキーボードがどんな大きさかわかんないけど、割と普通のキーボード、でかいキーボードあるじゃん、普通の売ってるキーボードね、あれの半分くらいの大きさあんの。半分、真ん中でスパーンって切って、横長の半分真ん中でスパーンって切ったあまりくらいあんの。マジででかくて。いや、本当にそのくらいあってでかくて。あ、そう、天気付きのサイズのやつの半分。うん。まあまあでかい。で、家族4人で、ジトミ、家族4人なんだけど、ママンパパンがいて、妹様がいての、4人なんだけど、4人でバナナケーキ美味しいけどこんなにあるとあれだねっつって、あれだねっつって、これででかいし美味しさ、ほんとお腹いっぱいになるよ。なんかそんな作るつもりなかったんだけど、レシピ見た通りに作ったらそんだけでかかった。
いやでも天才だったのは、あの潰したバナナをさ生地に織り混ぜるんだけどさ、プラスアルファでさ長いバナナまっすぐにさ矯正してさ、こうかな、このくらいかなみたいな感じでまっすぐにさやってさ、潰さずにそのまま埋め込んだやつが最高にうまい。何人前とか書いてなかった、何かける何のパウンドケーキ型1本分ですって書いてあったちょっとあの最初にサイズをさ理解できたはずなのに理解せずに作った。マジでうまい、マジでボリュームすごいよこれ。ジトミ朝昼晩ここ最近これになったもん。朝昼晩これ一かけずつ食ったらマジで腹膨れるからね。バナナとケーキだからさ、本当にめちゃくちゃ腹膨れる。すんごいのよマジで。いやでもマジで本当に今私に足りてないのはビタミンだけって気持ちになってる。喉は渇くいやまあでも本当に糖質モリモリは事実そう。運動しますって感じ。あ、アラーム鳴ったな。よし、じゃあここまでジトミもらいっぱなしなので、そろそろジトミから皆様にプレゼントをですね、そろそろ出そうかなと思います。ちょっと飲み込むね。よし、じゃあバンバンって始めますけど、いいですか？じゃあすいません、あの今からジトミモノヤの20秒くらい見落としますので、皆様ちょっと静かに楽しんでくださいね。あ、帰ってきた。はい、ということでですね、テレキャスター B ボーイの歌ってみたのですね、続報がですねやっと出せるなっていうことになりまして、年内間に合いそうですね、投稿年内間に合うと思います。多分きっとメイビー、多分うん本当に年内間に合うと思います。その投稿日時だけ実はまだちょっと確定だけしてないので、確定させたらすぐお知らせしたいと思うんですけど、とりあえず何出るよっていう告知動画って言っていいのかな、告知動画が表に出せるようになりましたのでというやつです。ナラテル先生そう、あのね、過去なんだっけ、あれは何配信だったっけ、5、6万人記念、5、6、7万人記念、どっちだっけ、もう覚えてないや。まあその時にね、うちしたんですよ、歌見ただすねって時にね、取り出して、あや数ヶ月、どこだっけ、5、6万人記念で会ってたわ。ナナテル先生とね、いろんな方に関わっていただきまして、やっと形にできそうなので、
ていうので、これをちょっとツイッターに投稿したいんだけど、ちょっと洒落た文が思いつかねえ。カミングスーンだけでいいか。ウェイ。ヘイ、ディスコードさん。メリークリスマスイブス。Thank you so much。この前はありがとうございました。ですね。ちょっと軽く説明しますね。ピカミーちゃんのところにディスコードさんが来ましたっていうお話知ってる人いますかね。ボムズのピカミーちゃんにね、いるんですけど、そこにディスコードさんが来て、いれてたたたた噛んじゃった。おい、もう、動揺してるわ。そう、来てくれたんだよ。嬉しいことに。でね、ボムズのね、皆さんに、プレゼントがしたいんだっつって、プレゼントくれたっていうお話を、多分ピカミーちゃんがね、多分プレゼントくれましたよってツイートしてたと思うんですけど、ボムズみんなにくださってまして、ありがとうっていうお話です。表に出してなかったのは、ちょっと、私がボムズ、噛んじゃった。ディスコードさんと、あんまり関わってなかったから、どうしようっていうふうでやってなかったってだけですね。そうそう、ありがとうございます。メリークリスマスです。クモ枕さんメンバーありがとうございます。よこささてつや、バイチバイチ。よいしょ。ということで。待って。あれをツイッターに投稿したいんだよね。さっき出してた動画を。ああ、違えた。ツイッターに出すから。何度でも告知動画は聞けるようにしときたい。カミングスーンの綴り教えて。カミングスーンってさっき見たのにもう忘れ、あ、違う、さっきの動画のやつ。さっきの動画のやつ見ながらでいいんだ。カミン。あ、ありがとう。カミングイソーン、てててん、びっくりびっくり。ちょっとテレキャスターのさ絵文字ないからさ、ちょっとギターでいいから。ツイッターにテレキャスターのさないよね、絵文字ってあるのかな。テレスターないよな、ないよな。ギターでいいな。よし。ツイートした。ちょっと、ジドミもらえの歌見たが、お前らにプレゼントになるかどうかまでは私には分かんないけど、これがプレゼントってことにさせてください。メリクリ。あ、私さ、もう分かったもん今、それ、作ってるだろう。ありがとう。カラフルだな。もうね、分かってる、もう終わんないだろうなって思ったよ、お前。やばいんだって、そのやり方。俺知ってるよ、それ。ダメなんだって、やっちゃ。それさ、私、自分の枠で見ることになると思ってなかったな。てかさ、思ったけどさ、このコメントスーパーチャット載ってないか、もしかして。コメントに反映できてないな。ちょっと待ってよ。ありがとう。虹スパ人生で初めてもらったけど、もらえる機会が来ると思ってなかったから今すげえ心臓痛かった。すごいな。いや、嬉しいよ。ありがとう。なんか本当にびっくりしちゃった。もうすごいびっくりしてんだよ、もう。
ありがとう。あとでちゃんと全部マイ全部読み上げてやるからな、お前。名前数回読んでやるからな、お前。ありがとうございます。感謝。泣くよ、そろそろ。ジトミ、ちょっとあのコメントタイプ変えたわ。ちょ、丸の方が可愛いかもしれん。ワンチャン反映されるかもしれん。なんかあとプレゼントあったかな。あー、なんだっけ、忘れちゃった。泣かしたいはやばいのよ。ジトミそんな泣かないよ、感動系では。ホラーなら泣く。いや、ホラーでも変わら泣かないよ、そんなに。ちょっと今からマシュマロのやつちょっと作業を続けるから。あらんな。これ未来系のさ、予約系のやつってさ、確かさ、欲しいもでは買えないんじゃなかったか。あー、確か。島ドリル企画室でよく泣いてますよね。そうです、限界化はまあよくあること。いや、泣いてたわ。今来たメリクリーって、トリボもかじりながら見てるよ。それね、別の配信なのよ。これね、実はね、別の配信ネタなんだよね。知ってる？これ、2話子でしょ。これはめちゃくちゃ欲しいな。クソ迷う。CD、あれ、にわこいる。え、にわこ今日何時からなんだ、お前の配信。私もうやってると思ってたんだが。やってないのか、にわこ。あ、22時からなのか、にわこ。なるほどね。まだだったなら。わー、本当に、お前、それはもう、天才。いいよ、お前、誇ってくれ。赤いので誇ってるの、ニコニコしちゃった、嬉しい。ありがとう。本当にありがとう。嬉しい。なんか、ドストレート嬉しい。ドストレートのお前の感謝が嬉しいよ。スーパーチャット後で読み上げます。ありがとうございます。赤スパには反応しちゃうぜ。だって赤だからな。ひどいものに現金なんだ。現金だけにな。ね、見て、嫁は爆笑してくれてるよ。うぞうまさんは爆笑して、あ、レッドラだ。え、レッドラ買ってくれるんだったら読みます。レッドラ読む。マジで活字が苦手ってだけで下げてるだけだから読みたいんで。ん、配信固まった。ん、固まった、一瞬。違うな、お前ら寒かったからだな、そのコメント。もう焦ったじゃねえかよ、バカ。焦ったじゃねえかよ。あ、やべえ、この本めっちゃ欲しかったやつだ。なんかリスナーすごくない？ジトミが欲しい本分かってんの。あ、天才それ。私好き、そういうの。スーパーチャットは後で読み上げます。
この飴は自分で買う。経費で買う。なんかさ、そんな、あ、ここ最近私バーカってよく言ってる気がするな。言い過ぎかもしれん、バーカって。あ、スーパーチャットありがとうございます。あとでですね、あの読み上げますので、あの、よかったらアーカイブでね、自分の名前呼ばれてるところか、とか見てください。メリクリ？喉ガラガラになっちゃった。ね、ペンギンのぬいぐるみですっつってさ、デデデのぬいぐるみを送ろうとしてるやついるんだけど、これ残り1品だから、ちょっともっとデデデのこと好きなやつに送ってもらいたいので、ちょっとパスするね。ごめんな。キンキンキン、小麦粉1キロももらってもちょっと困っちゃうかもしれん。電流粉か。いや、でも自分で買おうかな。あったー、これこれ、プレッツ持ってねえや。だって。出たな、デモン X 巻きだ。実際ちょっとやりたい。デモン X 巻きなだけ。デモン X 巻きなだけ。闘争求め、みんな闘争求めるの好きね。闘争求めるね。あ、クリスマスプレゼントありがとう。配信終わりにね、あの読み上げやりますので、ありがとうな。雑談全然できてね。狂気山脈にはよく登られていますが、待って、狂気山脈登ってない、そんな登ってないよ。3回だよ。少ない、登ってない、そんな登ってないよ。でも、ラブクラフト全集は天才なんだよな。インドルでいい。3回登ったら常連だろ。そうかな。なんかもう、恐れ多いよ。狂気山脈って思ってるんだけど。だって大晦日にも狂気山脈登るらしいじゃん。あれすごいよね。普通に楽しみ。あ、電子辞書。あ、ジトミモノエに電子辞書でもう、やれと。それは椅子と天才では。え、でもパソコンが目の前にあるんだよ、私。これは学生が買うべき。
入れといてやろう。買ってくれたら同じくらいの気持ちで見とこうかな。買うよ。ああ、いねえだろうな。メリクリー、スパチャー後で呼びます。ありがとう。今日ゆっくりスパチャ飲もうかな。もうなんか、もうしんみりリスナーとクリスマスを過ごそうかな。バウビュッテだ。私でも知ってるぞ、バウビュッテって言葉。バウビュッテは私だから知ってるのか。これ PC 用のテントか。いや、これはね、部屋を防音にするので、そう頑張って。あ、欲しいもんの中にね、ジトビが欲しいだけのもの入ってるよ。今、マシュマロに来てて、今気づいたけど、そう、他の人が言ったやつじゃなくて、ジトビがただ欲しくて入れてるやつ何個かあるよ。ごめん。そう、ある、あるわ。実はある。ごめん。特に下の方。ジェラピケ完全に私欲しかっただけだから。まあ。そう、今、欲しいもんの中にストリームデックあるけど、これ他のリクエストから、だとしたら遠慮するんだけど、ごめん、ストリームデックはね、圧倒的に私が欲しくて、入れてる。ごめん。お前でもめちゃくちゃ私のこと好きだろ、その二択。やばくないか？クソ高えかけにみたいなやり方してるけど、お前、天才かよ。好きになるぞ。唐突に愛を叫ぶ。ああ、なんかさ、昨日の TRPG の話していい？クリスマスに。TRPG の話していいのかな？ネタバレ？ネタバレはしない、ネタバレ？ネタバレはしないんだけどさ。あ、そう、性癖探索者。あれさ、ジトミのキャラが、まあ、可愛らしい、可愛らしいだったじゃないですか。猫は。ごめん、今、猫のぬいぐるみはちょっと私もらえないかも。いや、柴犬にしようかな。犬にしようかな。茶芝にしようかな。すば、圧倒的にロスが、そんな気にしてないんだけど、ロスが買わなくていいからな。茶芝かわいいよな、めっちゃ好き。した時に来るよね。そのコメントが一番来た。シュン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 。まあ大丈夫なんですけどね。冗談だよ。気にしないでな、コメントした。何の話してたっけ？性癖探索者だ。性癖探索者のさ、話なんだけどさ、猫宮は、恋人ができない方がいいのか悪いのか理論。談義。これこっちか。どっちだと思う？
やべえ。アメ映画はアマプラで見れるのでそっちで見ます。大丈夫。ずっといろんな人に声かけててほしい。恋人できてその後失ってほしい。あ、やっぱもしかして、あ、プレゼントの送り方一応概要欄に書いてあるんだけど、ジトミモレに送りたいものを Amazon のタイトルをコピペしてきてマシュマロに送ると、ジトミモレがそれをゆっくりゆっくり今欲しいものにぶち込んでってます。マミか。でもね、実はつまみ系食えないという、あまりにも切ない切ない切ないお話があってな。つま。あ、マジか。オッケー。なんとなくてけど、できてもすぐダメになりそう。かわいそう。マジでかわいそう。まあでも私もね、実はねそう思うというか、なんかジトミモロエってジトミモロエに近いキャラクターしかできないみたいなのがあって、それから外すかと思って作ったんだけど、割とジトミモロエだったという節もある。これめっちゃおもろいけど、これめっちゃおもろいけど、多分これあれだろうな、欲しいものって送れないタイプってやつ。気になったから今度自分で買ってみます。わあはは、メイヤさんスーパーチャットありがとうございます。名前読み上げちゃった、ありがとうございます。配信終わりにね、全員分お名前読み上げたりしますので、よかったらまあいてくれるか、まあアーカイブとかで自分のお名前読み上げられてるときにね、ニコニコしてくれればと思います。え、これマジで今一生にらめっこしている。カービィのスリッパめっちゃ欲しいわ俺。欲しいけど、ジドビーはウサギのスリッパ使って、あ、でもこれめっちゃ欲しいかもしれん。あ、どうしよう、あ、どうしようかな。ウサギのスリッパくん、もしかしたらさよならバイバイかもしれん。ジドビーはどう転んでもジドビーなのよ。猫宮は彼女と思ってても相手はそうじゃないかもねとかいう発言マジで怖くないか。泣いちゃうぜそんなの。欲しいものね、やつはね、買ったら消えるようになってるよ。一応買ったら消えるようになってる。そういうシステム、なんか本当に全く寸分たがわるタイミングでやったらなることもある。何これ、ジトミモロエにさ護身術を覚えさせようとしないでくれない？うん、ジトミモロエに護身術を覚えさせようとしています。これなんかのアニメで見たことあるよ、この護身術を覚えてるやつ。なんか海外のアニメかなんかで見たぞ、これ。記憶にあるぞ。トムとジェリーかなんかで覚えてた護身術の DVD じゃねえのか、これ。ジトミモロエに中国憲法の護身術を覚えさせようとするのはちょっとやめてもらってよろしいですか？ジトミモロエ自分で自分の身を守れるようにみたいな。そんなことある？
んなことあります？出たな、これ職場で使ってた記憶があるぞ、このリプトン。え？なんで？あれ、それ多分青色でも全然読んだのにどうして赤いの？どうして？星物リストあの概要欄にあるよ。あとあの入れたいやつはあのマシュマロなんだけど、マシュマロも概要欄にあるよ。もう頭も上がんねえし足も向けられねえ。どうして？なぜ？ラブ、あの庭に油田を持ってらっしゃる。いや本当に俺さ、私さ一回落ち着いたらさ、あ、マンゴートローチ出たな。お前それ最強なのよ。え、それマジアマゾンにあるの？あるんだ。あ、天才だこれ。ごめん、これあの実務でいる。マジで龍角散ダイレクトのトローチのマンゴーマジで天才だから、みんなも喉痛かったら買いな。あ、へえ、ありがとう、純粋な情報。あ、ちなみにね、これね、あげるのが、まあ、確かに嬉しいよ。すげえ嬉しい。でも、あの、あげれないからとか言うのはやめてな。あの、クリスマスプレゼント公開会、確かに私の物欲なんですけど、あの、本当にただ物欲で、あの、ジトミ物屋に、あの、物を貢ぎたい、あの、変わった人たち用なので。マンゴーあるよ。めちゃくちゃうまい、あれ。うまい、うまい、うまい、うまい。他のトローチに比べればうまい。カラミナ？ん？カラミナもらってどうしよう。カラミナって、何に使う？あ、ジトビモロエにあのバンジージャンプでもしろって言ってるから、もしかしてハラミナって何かなと思って今開いたけど、これジトビモロエに命綱をつけろって言って、これもしかしてどういうこと。あ、龍角さん送れないっぽい。オッケーよ、ありがとう。え、でてか全然青じゃなくていいんだよ。ありがとう、ごめんな。ほんとだ、これ私の入れ方が悪い説あるで。まあいいや、自分で買うし、大丈夫。山下なら持ってるやろ。あ、山？私山に登るんですか？ロック付きの絡みだね。しかもなんとマグネット式。あ、もうジトミ用のな配慮だね。天才だね。どうして？リアル教室、あ、小学生のための英語練習帳、音声に対応。え、これごめん、あのさっきまで英あの勉強しないって言ってたんです。あ、剥がれもくれん。ちょっと待って、あの全部すげえのよ。ありがとう、分かった、ありがとうな。びっくりしちゃった。あ、待って、アマゾンの言語設定が海外ページを開いたときに変わったので。日本語に変えなきゃ。ハーネス買ったらガチ。いや、まあそれは本当にそうだよ。
応聞いておきたいけど、リングフィット用のマットっている？まだ買ってない。これマジで何分前のマシュマロなんだろうな。クソゆっくりになっちゃってんの。まあね、よいしょ、100均のマットでもいい、実際そう。あ、やべ、間違えた。マシュマロの設定の画面に行っちゃった今一瞬。また休憩していいか。休憩して雑談しよう。どうせ今日はのんびりなんだ。まあでも今日割といつもよりコメントゆっくり見れてるけどね。何食ってるんでしょう。バナナケーキ食ってます。リアルマイクラするためのスコップはね、実はね、誕生日の時にもらったよ。マジで母親が庭いじりに使ってるわ。牛乳欲しくなる、マジで天才だと思う。本当にそれだわ今。なんかなーと思ったんだけど。欲しいものリストのやつ購入したら、ジトミじゃなくて自分のところに送りそうなんだ。親切な方やり方教えてくれ。あー、もしかしてそれ Kindle ですか。もしかしたら Kindle のやつかな。多分ね、Kindle のやつ、もしかしたら人に送れない説ある。ああ、これだろ。絶対 Kindle だわ。絶対この2つだと思う。ワンチャン Kindle で読めねえかなって欲でやったやつ。絶対これ。欲しいもの表記見て絶対これだと思うんだよな。今 Kindle 1個直したでしょ。あとこれだと思うんだよね。絶対ジトミの私利私欲問題なんだよね。これで治ったんちゃいますかね。どうだろう。多分こう。英語ちゃんと読んだぞ今。メリークリスマス。Hello Bye。 あ、それ聞いてほしい。なんかさ、左口内左上あたりをさ、思いっきり噛んじゃってさ、口内炎がバチボコに痛いんだよね。めちゃめちゃ偉い。めちゃめちゃ偉いってコメント読んじゃった。ごめん。今、反射だったわ。今、反射でコメント読んだ。
めちゃめちゃ痛くて。あの自撮りもね、あの山登らないので、あの山登るなら参考にどうぞって、あの本貼られるの笑っちゃうんだよ。何回やってもアマゾンに弾かれるから、これで美味しいもの食べても十分なのよ。圧倒的十分、もう、うん、十分なんだ。すげえありがとう。めっちゃありがとう。好きだ。ありがとう。本当にありがとう。なんかめちゃくちゃいい肉食うわ。あ、スーパーチャットありがとうございます。予定はないです。スーパーチャットのお返事、あの後で最後に、配信最後に全部まとめてやりますので、よろしければね。空の教会小説か。アニメ全部見たじゃやっぱダメなんかな、空の教会。正直ちょっと今空の教会読む時間ないな。マジでいい肉食いに行こうかな、こんなもらったら。なんかおすすめある？自腹で買う、買うよ。自腹じゃないんだよね。もらった金で買ってるんだよ。いわば。なんか、だんだんさ、やっぱもう配信始めに言ったけど、もらったから申し訳なくなってきたな気持ち。すげえ嬉しいんじゃが。叙々苑行ってもろて。人生初叙々苑決める？マジで人生初叙々苑いるあるんだよ。やべえ、めっちゃ読みてえなと思ってた漫画入ってる。これ割と私本当に欲しかったやつだ。これ割と普通に私本当に読みたかったやつですね。わかるぞ。え、これ単行本もある。コミック版。あ、コミック版ない。自分で買うわ。これなんて読むの？天貝さんは案外普通で合ってる、これ。合ってるかな？合ってますか？合ってる。買うわ。自分で買う。Kindle で買うわ。本番がちょっとなかった。これクソかわいい。かわいいけどこれ買えねえな。
家系とかいいですかってマシュマロが来てたので答えるけど大丈夫です、送ってくださって。ただ問題は私が飲める酒か飲めない酒かはちょっと判断します。天外さんなんだ。天外じゃないんだね。アービス。アービス全巻だ。疲れてきたぞ。圧倒的にコピー&ペーストのあれが疲れてきたぞ。疲れてきたけどもらう側が疲れるのは違うのよ。やべえ、本系ちょっとごめん、 Kindle で買わせてくれ、自分で買うわ、任してくれ、買うわ。あの本ならがないから本これ以上買うとやばいということに気づいた。 Kindle で自分で買うわ、ありがとう。やりきったんじゃね、やりきってねー今天丼みたいなことしちゃった。やりきったからやれてねーってやっちゃった。あ、これめっちゃ面白そうだな。え、その純粋に私が気になるやつこれな、送れないのでコミックス代です。いやもう天才ありがとう。だってどれが送れないのかちょっと一回止めようか。ちょっと待って、一回ちょどれが送れねーとかある、送れないやつ消してくし、ちょっといろいろやってくからおおほほ頑張り疲れた、圧倒的に頑張り疲れた。てんてこまいしてるよ。高いよ、圧倒的石油なのよ、意味わかんないよ圧倒的石油って単語、ありがとう。もう違うんだよ、もう買ってんだよそれは。ジトミモロエの配信にスーパーチャットをするってことはもうジトミモロエを買ってんのよジトミモロエを買ってるもんそれは。サクサクしたやつ送らせてもらったぜ、ありがとう。ありがとうだけど、なんで送った後にそのピンクなんだ、もうすげえよ。すげえよマジで。どっちがいいじゃないんだ。それどっちがいいじゃないもの送られてきてるんだマジで。え、どうして、わからん、教えてほしいマジで。え、お金、私が知ってるお金と違うもしかして。どっちがいい、くそー、この二択気になってしまう。
あ、これアマゾンないぞ。違うな、これアマゾンでググれってことか。くそ、食べ物につられ地止めしてる。今食べ物につられ地止めしている。どっちがいいっつって、あの本当に食べ物つられ地止め圧倒的している。圧倒的つられ地止めなのよ。でもこれ送れないんじゃない？あ、これ送れないんじゃないかな。入れたけど、これ多分送れないんじゃないかな説ある。送れなかったら怒られる。送れなくてもこれ私が悪いわけじゃないからさ。ことにならないかな。ならないか。いや、食べ物はさ、幸福になれるのよ。あ、スーパーチャットで謝ると私は切れるぞ。送ってるだけでお前は天才なんだ。知ってるか、スーパーチャットするやつはな、チャンネル登録者数の中で、スーパーチャットを送るやつは、スクールカーストみたいになってて、上の 1% のあの一握りしかいないみたいな話、なんかツイッターで見たぞ、私。らしいから、マジで。気にすんな。気にしたら切れるぞ。ジトミもらい、気にしたら切れるマンだからな。軽率に切れていくからな。ねえ。ねえ。使用にカートで入れてたものと一緒に生産してるのいるの、ちょっと可愛かったな今。よっ。赤米酒ってなんだ。待ってくれ。赤米酒ってなんだこれ。あ、オッケー。次の本命遅れるか確認するために週末旅行を遅れてるか確認したい。オッケー。本命を送るためになんかすごいこと言ってんな。いや、遅れてるよ。遅れてる遅れてる。うん、できてるよ。できてるね。うん、できてるできてる。できてると思う。わからん。あのね、ちょっと、これ、実は、ちょっと、いろいろ、この、アマゾンの欲しいもにも、ちょっとガバ要素がいろいろあってね。ちなみに、これ欲しいもから送られてきても、私には通知来ないからね。赤米酒って何？古代米を作った酒。これうまいの？これってうまいの？赤米酒なの？これってうまいの？もう切れてる。切れてるもう。あ、でもこれは、これだけ読み上げるわ。ごめん。誕生日は読み上げる。え、イブに誕生日なの？お前、なんか苦労もあったかもしれないけど、すげえ、あれだね。特別な誕生日だな。いや、誕生日は特別なんだけど、人よりも特別な誕生日だな。幸せ者じゃん。人の誕生日にいいなって実は思わないんだけど、ジュトミは。自分の誕生日が世界一だと思ってるので。こたつさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー！ふぅ！赤いからね、ちょっと長々喋った。甘いしもこれ挑戦だな。飲めなかったらパッパが飲むよ。あ、ヤトガメちゃん日記は全部読んでる。ネスカフェ。あー、止め買いはしないよ。あ、在庫ない。うわ、自分で。
落ち着いたわ。落ち着いた、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 落ち着いた。やっと落ち着いた。かん。やったーん。こんな来ると思ってなかったよ。あ、先生、お仕事お疲れ様です。初めてクリスマスイブが誕生日でよかったって思った。だからいで、だからいで。お誕生日おめでとう、マジで。てめえ和牛、今、保険で1個入れてたやつ、買ったのか。叫んだって。まあ、正直、前回肉クソうまかったんだよ。ありがとうな。ありがとうな。もう今欲しいもんマジでクソ高くて誰も買えないだろうみたいなやつしか残ってないからな。一応欲しいもんは欲しいもんじゃないわ。マシュマロは一応この後も見とくけど、一応落ち着いたからお話をしよう。やっと落ち着いてお話ができるぜ。いや、ということで、あれだ、みんなクリスマスだな。しっとり話をしよくさ。なんか話をしよう、なんか見たんだよな、結局あれまとめみたいな、まとめみたいなやつ合ってるかな。やべ、唇がめちゃくちゃ乾燥している気がする。リップクリームあった。送った？は？え？じゃあ仕事してくる。え？先生お仕事頑張ってね。イブなのにお仕事お疲れ様。応援してる。チッチュチッチュチッチュ。私も先生にクリスマスプレゼントなんか送るね。リスナーか、リスナー、5分間だけ作戦会議しよう。5分だけ作戦会議しよう。いや、肉の消失はね、ちゃんと自分で消したよ、確か今。確か。多分、きっと。戦会議だ。先生にクリスマスプレゼント何がいいんだろう。無難に ASMR でいいのかな。ASMR でいいのかな。わからん。先生って何が好きだろ。わからん。先生がジトビのこと好きなのしか私先生のこと知らないかもしれない。あ、 Kindle でボクリメ全巻買って今1巻半分くらいまで読み切ったとこってくらいかな。あと喜んでくれるのかな、わかんない。 ASMR でいこうか。じゃあ1分くらいの ASMR を先生にはクリスマスプレゼントとして ASMR 一択やろ。わかりました。なんか先生には自撮りもろえの、うん、ASMR を送っておきます。よし、終わり。作戦会議終了。口の中めちゃめちゃ変な感じするな。なんで？うん、先生には ASMR がいいと思う。わかる。もうそれはわかる。なんで？どうして？おー。わからん。わからんのよ。あたごなし食いたいけど Amazon にないのでは？あたごなしを普通に自分で買うよ。これ正直ちょっと私は好きだから。ありがとう。買うね。あるけど品切れ。てかまあ季節じゃないよな。出しって多分今。買う買う。旬の時期になったら買うよ。ありがとうな。お前の剣の後ごなし好きだからよ。
スーパーチャットありがとうございます。ちゃんと最後に読み上げるからよ。なんならあと20分後ぐらいに、あ、10分後ぐらいに読み上げるからよ。クリスマス、クリスマス、クリスマスとは、なんかごめん、ジトゥモロエ、ジトゥモロエのリスナーの数を理解できていない節がある。ありがとう。どうしてこうなったんだ。ダメだな、やっぱ規模を理解できている。10分後は宇宙行かないと天才。それもある。疲れ切っちゃった今すごい疲れちゃったあ、やりきったみたいな気持ちになっちゃった。8時以降にね、来たリスナーもしかしたらいるかもしれないので、お伝えしておくと、ジトミからのクリスマスプレゼントは、今ツイッターにはあげたんですけど、テレキャスター B-Boy の、歌ってみたのね、告知動画というか、ちょっとだけ見せるよ動画だったんですけど、よかったらツイッター見てみてください。あとね、なんか、どうしようかな。一つのツイートにまとめれるかな。もしかしたらなんだけど、ジトミのリスナーって、今、TRPG から来てくれてる人って結構いると思ってて。あ、スーパーチャットありがとうございます。後で全部読み上げます。TRPG から来てくれてる人多いと思ってて、今日中にできるかわかんないんだけど、いや、めちゃくちゃ今まで調整してた人じゃん。わぁ。もう許してほしいじゃないんだよね、もう。私はもう、あなたのこと好きだよ。とりあえず、スーパーチャットありがとうございます。後でね、名前全部読み上げますので。すげえな。そう、TRPG とかマダミスから来てくれてる人もね、いると思うんですわ。ジトミのリスナーションってね。ボムズからっていうのもあるし、まあ、いろいろジトミのね、雑談とかゲームとかから来てくれてる人もいろいろいると思うんだけど。なので、あれ。TRPG と TRPG の探索者シートを、なんか、なんだろう、URL だけど、まとめた何かはどっかに出すわ。なんか、この探索者のシートが見たいけど、もうツイートどこにあるかわかんないみたいな。あるかなと思う。その辺、一回どっかでまとめるわ。うん。それは、ちょっと、クリスマスプレゼントになるかわかんないけど、やるわ。あと、ついでに昨日の探索者シートも、ちょっと、出すわ。工務店から、ありがとう。マイクラはもう今後もやっていくし、なんなら明日やるからな。明日ってもうピカミちゃん告知出してたよね。出してた気がする。出してたと思うんだよな。そう、狂気山脈のキャラシとかもさ、探してる人いるんじゃないかなと思って。あ、ピカミちゃん告知出してる？じゃあ。なんかね、年末、割とね、年末するかもしれん。あ、そうか、週刊スケジュールで出てるのか。黒歴史から。黒歴史から。あ、ちょっと一個告知出しちゃうね、ここで一個。マイクラの話が出てたから。これ。明日。はい。明日何時からだっけ？
明日何時からだっけ。明日21時だ。明日21時からボムズサバでね、あのエンダードラゴンを倒す配信が行われます。で、深見さん視点があるんだけど、地というものにしても撮ろうかなと思って、久々に2視点あるマイクラ配信。投資家ちゃんはちょっと私は分かんないからあれだけど、撮るか撮んないかはね。なので、まあありますよというお話でございます。とりまジトミのちゃん、ジトミの視点は多分ね、エンドラ中多分ね、あのブレス集めを死ぬほど頑張ってるかもしれません。ピカミンちゃんのところはもう正真正銘ど真ん前からエンドラ倒してるかもしれないけど、私の画面はちょっとブレスを必死に集めてるかもしれないので、まあまあまあ、そのマイクラガチ勢っぽいプレイングをしてるかもしれないよっていう、ちょっと違う視点をしてるかもしれないよっていう、そういうあれです。エンド行くよイラスト通り行くさ。イラストはハニャさんのやつをお借りしております。ありがとうございます。このイラストの作者さんは、じっと見てのね、あのじとみのイラストタグがツイッターにあるんですけど、あのそちら、あのビャーってやってもらえれば、あと明日のこれ配信枠、明日というか、まあ、今日か明日か作るんですけど、その時のちゃんと概要欄には書きます。のでよろしくお願いします。はい。お口を出したぞ。さあ、じゃあそろそろスパチャ読みにするか。だって2時間喋ったもんな。ありがとう、みんなプレゼント。プレゼントもありがとうだし、あの、ジというものへとクリスマスを過ごしてくれたというだけでも感謝。まあ、明日ボムズでみんなで過ごそうな。あ、初スパありがとうございます。後でお名前読み上げますので。よかったらね。まあ、ここまで来たら自分のお名前聞いてってください。もしかしたら1時間後になるかもしれないけど。なんかさ、マジで。なんか正直あれなの、ジトビモロエってなんだろう、リスナー好き好き勢ではないし、あの逆になんかリスナーめちゃめちゃ毛嫌い勢でもないのよ。いろいろあると思う、あの配信者スタイルによって。リスナーとバチバチに喧嘩するタイプの枠もあれば、まあリスナーとめっちゃ近しい関係だったりとか、リスナーとまあ友達だぜイエーイみたいな感じなのもいろいろあると思うんだけど、ジトミってなんか どことも言えない、自分では何とも言えないんだけど、今日はめっちゃ好きだったわ。今日はめっちゃ好きって言うとめちゃめちゃ突き放してね、そんなつもりはないよ。いやマジでさ、9万人があまりにも嬉しくて、なんかすげえ嬉しかったんだよね今日。なんならちょっとスンスンしたもん、若干スンスンした、嬉しくて。ごめん、そんなつもりなかったんやん。そんな話すつもりはなかったんだよ。そんなつもりもなかったし。これは9万人記念とかクリプレじゃなくて単なるチャンネル運営費なんだからね。運営費はもう天才なのよ。スーパーチャットありがとうございます。後で全部読み上げます。メリクリ。お、ギリギリ間に合った。いや、ここから多分1時間くらいスーパーチャー読むよ。明日だい。岩におめでとう、ありがとう。9万人記念枠はさ、やんなくてもいいよね。もうだってクリスマスでさ、こんだけわってやってさ、10万人までいいよね、走って。走るわ。9万人はなし。10万人記念枠やって、ツボやってっていうまで待ってくれ。もう今日が幸せだった。それでいいかなって。幸せになった。
10万人まで走ろう。10万人までなんか1個作りてえな、自分で何かを。字というもの、ね、ちょっとクリエイターになりてえ、なんか作りてえよ1個。リングフィット、え、その走る物理やだやだいや嬉しかったな、マジで。ズボン忘れてないよ、忘れてない、忘れてない。いろいろやっていきたいね。いやマジで、なんかそのさ、自分が頑張りたい何かをさ見てくれる人間がいるってすごくないか。こんな嬉しいことあるかっていうのを、なんかね、多分ね、だんだんやっと自分が人に見られてる実感を得てきた。ここに来て遅えのよ、全部。また忘れるんだろうな、この感情。忘れて思い出してを繰り返しながら生きていくわ。やっと見られてる実感が湧いてきた。遅えのよ。いやマジで、マジでさ、え、エモいこと言っとく？ちょっと待って、あの字というもの、あのエモいことを言っときたいみたいなとこもなくもない冗談です。いやなんかありがてえなということを気づき始めた。待って、急に緊張してきた。え、急に緊張してきた。やめて、その、あの、ジナビさんがエモいこと言いますわね、マジでね、あの、あれなのよ、クラスのいじめなのよ。やめてよ、それ。そうだな。ジトビみたいなやつが好きなお前らはマジで変わり者だと思うわ。はっはっはこれぐらいしか出てこんかったわ。でも感謝。よし、スパチャ読みに移行しようか。よいしょ。これちょっとちっちゃくさ、画面の端っこに置いときたい。重いってなんだ？私も聞きて。トークテーマを。はい。なんか面白いこと言ってみる波の暴言、それはマジです。そう、ああ幸せになったな。ひどい、ひどいで赤いのやべえって変わり者の変人が通りますよった。あれなんだよな、あの2ちゃんスパちゃん、あの2ちゃんのさ、あれを思い出すのよな、コピペ。いやマジで感謝。さ、スーパーチャットを読み上げるから、あのここからはあの見たい人だけ見るみたいなコンテンツになっていくからな。ここまで見てくれたみんなありがとう、本当にありがとう記念枠でもないのにしんみりしちゃったじゃん。でもメリクリ、クリスマスにプレゼントをくれて本当にありがとう。一生10年応援させたい人いるんだよな、おもろい。スーパーチャット読むぞ。おつじと、一回おつじとだな。一回おつじと。さあ、切り替えてスーパーチャット読もう。さあ、こっからスーパーチャット読み上げていくけど、名前もコメントも全部読んでやるからな、今日。バーチバーチ、いや、メリクリバーチバーチでいいか、今日。これちょっとね、一個ね、あの多分今日の配信前になんかスーパーチャットくれてる人も、ま、混ぜるわ。何時間かかるだろうね。いやでも私読み上げ上手くなったと思うんだよな。よし、やっていこう。唐揚げ弁当さん、メリクリーバーチバーチ。意味わかんねえな。唐
アラゲベッドさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。いつも通りだよ、これが。で、カラーゲベッドさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。長いし、メリクリでもいい。メリバチ。メリバチってなんだ、メリバチって。バチバチ、最後にまとめるわ。そうしよう。バチバチ、最後にまとめて、メリクリって言っていくわ。どうしよう。神奈月しゅんさん、メリークリスマスプレゼントは無事届きましたか？ジェトミからのプレゼントはアーカイブでいただけますということで、メリークリ、ありがとうございます。で、ありがとうございますって言っちゃうよ、ジェトミ。感謝を伝えがち。言いたくなっちゃうよ。ありがとうございますもつけよう。メリークリとありがとうございますはつけさせてくれ。もう、つけなきゃ無理だ。電磁ギツネさん、9割方に値できんので、メリークリスマスということで、メリークリ、ありがとうございます。T さん、Thank you for your streaming, もらえ、メリークリスマスということで、メリークリスマス、Thank you so much. バチバチ。巻貝さん、9万人おめでとう&メリークリ&ポンペ回復祈願。あ、ごめん。配信前に私、お腹痛かったんですよね。メリークリ、ありがとうございます。オリオンさん、メリークリスマス&9万人おめでとうということで、メリークリ、ありがとうございます。バチバチ。もうバチバチも言っちゃうわ。もう全部クスだ。もう流れていくわ。ジャスコメさん、9万人おめでとうございます。ということで、メリクリありがとうございます。あります。ありがとうございます。メリクリにしようかな。群馬アニメーションさん、メリクリ9万人おめ。リアタイできないので置いておきます。楽しいブーということで、ありがとうございます。メリクリ。グシオさん、9万人達成だ。宴じゃということで、ありがとうございます。メリクリ。柔らかさなぎさん、メリークリスマス&祝9万人。お仕事などでスパチャだけでもということで、ありがとうございます。メリクリー。あれ、さっきいなかったか？いたよな。ノルウェーパー噛んじゃった。ノルウェー森猫さん、シェク9万人おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。メリクリー。マッチョ豆乳さん、9万人おめでとう。メリークリスマス。ということで、ありがとうございます。メリクリー。オリスルさん、9万人おめでとう。最高のクリスマスイブをということで、めちゃくちゃ最高のクリスマスイブでした。ありがとうございます。メリクリー。トレッチさん、9万人おめでとう、メリークリーということで、メリークリー、ありがとうございます。石川祐希さん、9万人おめでとうございます。ということで、ありがとうございます、メリークリー。シラスコさん、9万人おめでとうございます。ということで、ありがとうございます、メリークリー。ベニズルさん、メリークリスマス&9万人おめでとうということで、ありがとうございます、メリークリー。円満で美味しいよねさん、メリークリー、9万人おめ。給料前だからあんまり出せんでごめんよ。あ、謝ってる。あ、謝り警察だ。謝らなくていいんだ。クソ嬉しいんだ。ありがとうございます、メリークリー。ピカミおじさんさん、9万人おめでとう、メリークリスマスということで、ありがとうございます、メリークリー。十三茶さん、9万字とみおめでとう、メリークリー、ありがとうございます、メリークリー。イミギさん、祝9万人ということで、ありがとうございます、メリークリー。ヤナリタクミさん、メリークリスマスということで、ありがとうございます、メリークリー。ユズタンさん、9万人おめでとうございますということで、ありがとうございます、メリークリー。ネオグランデさん、メリークリーということで、ありがとうございます、メリークリー。ナッパのアイハさん、9万人おめでとう&メリクリーということで、ありがとうございます、メリクリー。バーズさん、9万人おめでとうということで、ありがとうございます、メリクリー。いつも、英語翻訳、ありがとうな。ジトミの枠には、英語翻訳をしてくれるリスナーが2人いるのを、ジトミは気づいているからな。リプアさん、メリクリー&9万人おめでとうということで、ありがとうございます、メリクリー。サムセミさん、9万人おめでとう、メリクリーということで、ありがとうございます、メリクリー。RP9 さん、9万人おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。メリクリー。猫太郎さん、9万人おめでとうございます。ありがとうございます。メリクリー。お湯入りさん、9万人おめでとう&メリークリスマス。ということで、ありがとうございます。メリクリー。レイジさん、9万人おめでとう。メリークリー。ということで、ありがとうございます。メリクリー。最後の希望さん、9万人おめでとう。ということで、ありがとうございます。メリクリー。スカルペガスさん、9万人メリークリスマス。ということで、ありがとうございます。メリクリー。科学公平さん、メリークリスマスイブということで、ありがとうございます、メリークリー。S さん、9万人おめでとうということで、ありがとうございます。あ、私、今すごい嬉しかったかも。もういい？身内ネタばっかりでごめんなんだけどさ。もう身内ネタばっかりでごめんなんだけど、この S さんって人さ、マジでさ、毎回スーパーチャットくれてさ、めちゃくちゃ覚えてたんだけどさ、初めてコメントくれてるかもしれない。初めてじゃないかもしれないけど、すごい久々にスパチャにコメントつけてくれてるかもしれない。そう嬉しいな。ありがとう。振袖さん、メリークリスマスということで、ありがとうございます、メリークリー。ヘウツ ZZZ さん、コングラッツオン、
90K サブスクライブ作ってありがとうございます。メリークリー、 Thank you so much。 あ、今ちょっと今コメント見てたらスパちゃん見えたけど、いいんだよスパチャットが天才なんだよ、天才好き、ありがとう。アーカイブで見て。でも今日ちょっとジドミがダラ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 喋ってるだけのクリスマスだけどね。トバリさん、9万人おめでとう&メリクリーってことでありがとうございますメリクリー。ピーソンさん、メリクリー&9万人おめでとうってことでありがとうございますメリクリー。ピオちゃんさん、わーいおめでとうってことでありがとうございますメリクリー。メルさん、メリクリー、そして9万人おめでとうってことでありがとうございますメリクリー。ラザニアさん、9万人おめでとうってことでありがとうございますメリクリー。マーさん、コングラチュレーション on 90K サブスク、あー、メリークリスマスでありがとうございますメリークリスマス、 Thank you so much。タヒトさん、9万人おめでとうということでありがとうございますメリークリー。コタツさん、9万人おめでとうございますということでありがとうございますメリークリー。ナローさん、9万人おめでとうメリークリスマスということでありがとうございますメリークリー。ベアさん、9万人おめでとうございますということでありがとうございますメリークリー。アクセイさん、アクセル393さん、めでて9万人記念と今日もジトミが可愛いよだい。なんか割と素直にみんな褒めてくれるようになってきて笑っちゃったな。ありがとうございます、メリクリー。ハイネコさん、おめでとうってことでありがとうございます、メリクリー。うっかりしてますさん、9万人おめでとうございますってことでありがとうございます、メリクリー。メルさん、まじか読み上げ楽しみにしとくということでありがとうございます、メリクリー。読み上げてんぜ。クソワイロールさん、メリークリスマス、コングラッドン、90K ということで。ちょっとありがとうございます。Thank you so much. Merry Christmas. イェイ。マグロウマさん、9万人本当におめでとう。メリクリ。これで美味しい鶏肉でも食べてもろって。じゃあこの後ちょっとファミマでも行こうかな。ファミチキでも買いに行こうかな。ありがとうございます。メリクリ。宮野陽気さん、メリクリされたいだいということで、ありがとうございます。メリクリ。ニャンタン SP さん、メリークリスマスってことでありがとうございます、メリークリー。ツノさん、9万人おめでとう&メリークリーってことでありがとうございます、メリークリー。A の悲劇さん、これくらいしかないけど、あ、これくらいしかないとか言ってる。スパチャ警察だ。これくらいじゃないんだ。おい、それは、1円でも出せばこれくらいじゃないんだ。募金に1円入れる人にチって言わないだろ。わ、この人ちゃんと募金してるわ。すげえなって思うもん。コンビニのさ、募金箱にさ、1円でもさ、お釣りの余ったやつとか入れてる人見ると偉いなって思うもんな。つまりそういうことだぜ。ありがとうございます。メリクリー。ことぶきさん、9万人おめでとうってことでありがとうございます。メリクリー。ディームーンさん、9万人おめでとうのメリクリーってことでありがとうございます。メリクリー。メシャクさん、メリークリスマス、9万人おめでとうってことでありがとうございます。メリクリー。アマヤシャさん、9万人おめでとうってことでありがとうございます、メリクリー。花カマキリさん、殴れと言われて、殴られてる。もう今、金額をチラッと見て、うってなってるからな。殴れと言われたので、9万人おめでとうってことでありがとうございます、メリクリー。秋草さん、9万人おめでとうございますってことでありがとうございます、メリクリー。リョーラさん、メリークリスマス、9万人おめでとうってことでありがとうございます、メリクリー。ヒロさん、9万人おめでとう。クリボッチ仕事中だけど見てるよ。お仕事頑張ってください、ありがとうございます、メリクリー。熊出雲さん、ジドミ大好き、メリクリーということでありがとうございます、メリクリー。やった。モザイクさん、メリクリー、ジドミからのプレゼントなんていらないんだからね、かっこ欲しい。あれがプレゼントでよかったから、あの個人的にはあれ、あの私もプレゼントもらってるみたいな気持ちであのやってるから、ちょっと何も言えないんだけどさ、歌見た、まあよかったら聞いてくれよ、ありがとうございます、メリクリー。こたつさん、ジドミのクリスマスはスペシャルやろかいってことで、ありがとうございます、メリークリー。あ、そう言ってくれるのちょっと嬉しいかもしれん。なんだっけ、下は読めるのに上が読めないな。なんだっけ、あずみだと思うんだ。安住夏目さんだと思うんだ。会っててくれ。安住夏目さん、すべてのジトミに感謝ってことで、ありがとうございます、メリークリー。秋月さん、9万人おめでとう、クリスマス配信嬉しい。欲しいものリスト送ってくれて、欲しいものリスト作ってくれて嬉しい本全部ありがとうってことで、普通は私が逆なんだけど、ありがとうございます。
あ、やべ、鼻がズビズビする。ちょ、今見えたスーパーチャット私ちゃんと見れてるけど、これちょ後で返すわ。順番に読むね。ありがとう。ということで、あげすぎさんメンバーじゃなかった。名前読んだ後にメンバーっていう癖がついてる。あげすぎさんありがとうございます。メリグリー。せいさん。9万におめでとう。初スパを捧げるね。ということで、ありがとうございます。メリグリー。初スパってちょっと嬉しいよね。ケンプーさん。初スパを9万人のジトミさんにおめでとうということでありがとうございます。メリークリー。アキシンさん、メリークリスマス&9万人おめでとうということでありがとうございます。メリークリー。サエンドさん、メリークリスマスということでありがとうございます。メリークリー。青高さん9万人おめでとう、これからも頑張ってということでありがとうございます。メリークリー。ポス4203、9万人おめでとう、ジトミ好きということでありがとうございます。メリークリー。どっかの川さん、今来た、稲荷餅あげ送れなかったので、これはね、まあいろいろあるよねっていうことでありがとうございます。メリークリー。毛玉狩りさん、9万人おめでとうございます。仕事のため配信前に欲しいものリストチラ見して投げて、マロに投げておいたものがあったのでプレゼントしておきましたって言ってありがとうございます。メリークリー。お仕事頑張ってください。ゆうさん、安いけど自分からクリスマスプレゼントです、ありがとうございます。安いって言うんじゃないぞ、全然それが嬉しいんだ。ありがとうございます。メリークリー。アークネームさん、9万人おめ、そしてメリークリスマスでありがとうございます。メリークリー。カニ味噌さん、高いです。あ、好き、それ、そういうの。ありがとうございます。メリークリー。トカチンコウさん、ありがとうございます。メリークリー。長月玲さん、メリークリー、そして9万人おめでとう。欲しいも何送るか悩んだけど、スパチャ投げとくってことで、ありがとうございます。メリークリー。感謝。メープルさん、9万人おめでとうございます。ありがとうございます。メリークリー。ザーザー森猫さん、9万人おめでとう。味噌汁ラッピングしておいた。草。ありがとうございます。メリークリー。タカラさん、10円玉50枚パンチ。それはね、もう人が死ぬのよ。ありがとうございます。メリークリー。ゾウシマさん、じゃあ漢字ドリルで。なんか、まあまあ、漢字も勉強できたらいいですね。ありがとうございます。メリークリー。AB13、初配信からロム戦で、1周年まではロムってようと思ってたけど、悪いな、これは自分へのプレゼントだって言って。ありがとうございます。メリークリー。感謝。最初から見てくれて嬉しい。クリスマスプレゼントさん。もう、お前がクリスマスプレゼントだったんだな。ありがとうございます。メリークリー。ザッキーさん、初めてメンバー入っただいということで、ありがとうございます。メリークリー。これメンバーも入ってんのか。ありがとうございます。さっき読んだ気がするわ。最初に。そういや、読んだな。ありがとうございます。メリークリー。あーさん、ありがとうございます。メリークリー。メリークリスマスって書いてあったわ。メリークリスマス、メリークリスマス、ありがとうございます。猫助さん、9万人おめでとう。これからも頑張ってください。ありがとうございます。メリークリー。ミキさん、メリーヘイジスです。悲しいな。メリーヘイジスです。9万人おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。メリークリー。モノクロートンさん、9万人おめでとう。メリークリー、メリークリー。ということで、ありがとうございます。メリークリー、メリークリー。N タットさん、メリークリスマス、9万人おめでとうということで、ありがとうございます。メリークリー。IMS さん、配信レイアウト天才、9万人おめでとうということで、クソ嬉しいが、ありがとうございます。メリークリー。ひずみさん、メリーがクリーなのと、9万人めでたい大ということで、ありがとうございます。メリークリー。政治派ゴリラさん、メリークリー&9万人おめでとうということで、ありがとうございます。メリークリー。お惣菜、ついてなかった。惣菜屋さん、スーパーちょっとありがとうございます。メリークリー。ペコさん、9万人アントプラス、9万人プラスアルファの、めでたいと表しきれない感情を込めて、ありがとうございます。メリークリー。発尺カラスさん、9万人おめでとう、ありがとうございます。メリークリー。もきちさん、あってな。もきちさん、あまりのめでたさに人生初スパチャ、9万人おめで、本当におめでとう、メリークリーということで、ありがとうございます、メリークリー。感謝。しげしさん、メリークリー&9万人おめでとうということで、ありがとうございます、メリークリー。目玉猫さん、スパチャとありがとうございます、メリークリー。ゼブラさん、チャンネル登録者9万人おめでとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます、メリークリー。イハズウィップさん、メリークリスマス。待って。読めんかった。プラグジャンプってどういう意味？発射カラスはヤタカラスだぞ。ヤタカラスさん、すべてありがとうございます。ヤズウィップさん、メリークリスマスポコピッツル、うん、よくわかんないや、読めなかった、いいや。ありがとうございます。Thank you so much.
レモネードさん、メンバーありがとうございます。よこさん、大切ね。バイチバイチ。アスクさん、今来た。本棚欲しいと聞いて。ありがとうございます。スーパーちょっと感謝です。メリクリー。カザエモンさん、9万人おめ、あ、プラス、メリクリ、バチバチ好きということで、ありがとうございます。メリクリ、バチバチ。猛根絶滅太郎さん、クソからしいな、急に。9万人おめでとう、名前が全部漢字でごめんね。あれ、煽りかな？クソ読めるけど、それは。しかも、クソ悲しいし。ありがとうございます、バチバチ。メリクリ。シミコンさん、登録者数9万人おめでとう、メリクリーってことで、ありがとうございます、メリクリー。メルさん、最高ステル、ありがとうございます、メリクリー。ラズリアさん、ゴリジューしました、素振り草。多分これテレキャス出した時だな。ありがとうございます、メリクリー。ナロテル先生、かっこかわいい。ナロテル先生、もう。ありがとうございます、メリクリー。ポス4203、俺ジトミ好き、歌好き、死んでる。ありがとうございます、メリークリーン。カキの縁側さん、テレキャスめっちゃ楽しみ、ありがとうってことで、こちらこそありがとうなんだよな。ありがとうございます、メリークリーン。猫太郎さん、やったぜついて、ありがとうございます、メリークリーン。柔らかさなぎさん、本当に嬉しいって言って、ありがとうございます、メリークリーン。ダッシュさん、すばちょっとありがとうございます、メリークリー。山本めんさん、今来た、メリークリスマス&9万人、まだ欲しいものリスト間に合いますって言って、ありがとうございます、メリークリー。これ欲しいものリスト今日の24時までにしとこうかな。あ、待ってよ、犬神まで読めるけど、この一文字なんて読むんだ。絆、絆だろうな多分。犬神絆さん、メンバーありがとうございます、よこそさてつね、ありがとうございます。ツナさん、スーパーチャットありがとうございます。ツナさん9、スーパーチャットありがとうございます。ツナさん9、マン、ありがとう、スーパーチャットありがとうございます。いや、これメリクリも言わなきゃいけないな、メリクリ。ツナさん、おめ、スーパーチャットありがとうございます、メリクリ。ツナさん、アンド、ありがとうございます、メリクリ。あ、これ間に1個入ってるの、おもろい。モゲットさん、ギターって言って、スーパーチャットありがとうございます、メリクリ。ツナさん、メリーということで、ありがとうございます、メリークリー。ツナさん、クリスマスということで、ちゃんと全部読もうか。9万人応援&メリークリスマスということで、スーパーチャットありがとうございます、メリークリー。世界遺産さん、メリークリスマス、ジトミー、プレゼントは心のこもった現金だ。いや、マジでね、それマジ、壊れてるよ。普通にすげえのよ。本当に。ありがとうございます、メリークリー。天美月さん、赤スパークさん。ありがとうございます、メリークリー。シミコンさん、これから用事があるので、後でアーカイブで見ます。ということで、ありがとうございます、メリークリー。ウィリアム・キッドさん、ハッピークリスマス、モノエさんって、モノエ様だった。ハッピークリスマス、モノエ様ということで、ありがとうございます、メリークリー。Thank you so much! メリークリスマス。ナノエッコさん、クリスマスプレゼントですってことで、ありがとうございます、メリークリー。抹茶豆乳さん、逃走を求める代、あ、ありがとうございます、メリークリー。エーサスさん、アーサスさんかな、アーサスさん、メリークリー、ありがとうございます、メリークリー。メイヤさん、メリークリスマス、ジトミーってことで、ありがとうございます、メリークリー。メイヤさん、さっき来たばかりなんだけど、欲しいものリストどこって言って、ありがとうございます、メリークリー。もう、この辺ね、多分ね、こっからね、あれだよ。無双だよ。無双始まっちゃう。抹茶豆乳さん、龍角さん遅れないポイントで、ありがとうございます、メリクリー。この辺はもう、いろいろ解決済みでござるで。メイヤさん、剥がれ遅れないんだけど、ありがとうございます、メリクリー。世界遺産さん、星物リストに使う入社で、ちょちょちょ、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 この辺ちょっと、あれだな、星物リストの質問、なんで星物リストの質問系をスーパーチャットで送るんだ？普通に答えるよ。ジトミ、お金払わないと喋ってくれないタイプのあの機械じゃないので、ちゃんと答えるつもりだったな。ありがたいけど。草。世界遺産さん、スーパーちょっとありがとうございます。メリクリ。メイヤさん、スーパーちょっとありがとうございます。メリクリ。あ、何度やってもアマゾンに預かれるから、これで美味しいもの食べてって。ありがとうございます。メリクリ。食べるよ。ジュリア・エルナンデス・ツジンさん、メリークリスマス、ジトミ。ありがとうございます。メリクリ。お湯入りさん、
送れないコミックス隊です。改めましてメリクリー。買うわ。メイヤさん、すばちゃった。買わせてよ。買わせてよ。改めましてメリクリー。もう、買うよ、こっちが。後ろムキムキさん、サクサクしたやつ送らせてもらったぜ、ということで、改めましてメリクリー。マットマードンさん、すまねえ、おつまみセットしか送れない俺を許してくれ、メンス。あ、謝った。謝ったらジトミが怒るからな。普通、送れたらすごくない？送ったらすごくない？あ。いや、大丈夫だ。合ってる。大丈夫。ありがとうございます、メリクリー。世界遺産さん、OK。ありがとうございます、メリクリー。話し屋さん、メリークリスマスで、ありがとうございます、メリクリー。こたつさん、今日誕生日やで幸せおすそ分けじゃなっつって。あの、お祝いした誕生日コメントですね。ありがとうございます、メリークリー、頼め。神尾勝則さん、これで俺もカースト上位、やったぜ。ありがとうございます、メリークリー。こたつさん、クリスマス誕生日でよかったと思ったんだけど、泣かないでくれ。ありがとうございます、メリークリー。ライトビアさん、これは多分先生に ASMR 送ろうの話だな。クリスマス ASMR 行ってやるやろ、つって。ありがとうございます、メリークリー。あやたか太郎さん、先生には ASMR がいいと思います。草。ありがとうございます、メリークリー。限界カジトミンとかした野良犬さん、クリスマス会を出遅れた代メリークリスマスで、ありがとうございます、メリークリー。ナオミアオシ&カットアオシさん、メリークリスマスということで、Thank you so much! メリークリスマス。メイヤさん、アマゾン弾かれるからこれで許してほしい。普通に許してほしいじゃないんだよな。もう、なんなら好きなんだよな。ありがとうございます、メイルクリー。35式ユグドラ、あ、ちょっと、35式ユグドラシルさん、スーパーちょっとありがとうございます、メイルクリー。初スパです、メリークリスマスで、ありがとうございます、メイルクリー。西天さん、メリークリー。いろんな世界を見せてくれてありがとうってことで。そんな、ジドミを見てくれてありがとうなんだよな。ありがとうございます、メリークリー。アキツキさん、ギフト送ってよ、メリークリスマスで。ありがとうございます、ありがとうございます、メリークリスマス。ヨコさん、初スパです、メリークリスマスで。ありがとうございます、メリークリスマス。ポス4200さん、こちらこそ一緒に過ごしてくれてありがとうなんで、あんでるわ。ちょっと休憩しようかな。下の休憩に飴舐めるわ。疲れた。なんかスーパーチャット読んでる時にもさ、こんだけいっぱい見てくれるってさ、普通すごいことよな。なんかそろそろ涙腺に来るかもしれん、年だから。年だからさ。なんか涙腺に来そう。いや、なんかね、やっぱさ、そのいろいろあるやん。こっからどうやっていこうかなとかさ、ジトミも俺もやっぱり人間なので思うんですよ。でジトミもね、結構ヘラ気味なので、メンタルクソ弱ザコザコなので、こんにゃくだったら最強な。バキバキのボギボギなので、あれなんですけど、なんか、一個さ、達成した数字が見えると、すごい安心するね。安心して止まるわけにはいかないけど。泣きながらスパチューミするってまあしないよ。はは？終わるんじゃねえぞ。希望の花。草。あれ、これで合ってる？合ってるよな。合ってるよな。この曲だよな。さ。大丈夫。走りっぱなしはしねえよ。10万送らせるよ。お前さてはあれ送ろうとしてたら、ダメ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 、あれは自分で買うんだ。
あれ自分で買うように入れてるんだ。あれはダメだ。あれは多分 Amazon 普通に送れないんだ。そんなやばいもの送ろうとしてたのか、お前。ダメ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 。15万人何かやるよ、訳しときますか？いや、予約はしない。予約はしない。もしかしたらクソでかいことやりたくなるかもしれないし、もしかしたらちっちゃいことになるかもしれないだろ。もしかしたらでかいことやりたくなったら、今ここで決めたらもしかしたらそれがちっちゃくなるかもしれないだろ。ならもう、その時決める。あ、スーパーチャットありがとうございます。今読み上げの途中なので、ちゃんと読んでいくので、国が違うっつってんだ。英語で英語か。Thank you so much. スーパーチャ、無理かもしれん。英語。しちゃった。あとで読むよ。ありがとう。だーってできなかったんだもん。いやー、できなかった。さ、休憩終わるか。どこまでやったかな。多分ここまでなんだよな。よし、スーパーチャット読み上げいきます。ポス4203、こちらこそ一緒に過ごしてありがとうなんだよってことでありがとうございます。メリクリ。ソーシャさん、今年は久しぶりに楽しいクリスマスです。メリクリってことでありがとうございます。メリクリ。ワンナゴンナさん、すごいちょっとありがとうございます。メリクリ。電磁ギツネさん、これは9万人記念とかクリプレじゃなくて単なるチャンネル運営費なんだからねってことでありがとうございます。メリクリ。馬さん、メリクリギリギリ間に合ったってことでありがとうございます。メリクリ。天美月さん、明日大ってことでありがとうございます。メリクリ。竹塚さん、キューバにおめでとう&メリクリってことでありがとうございます。メリクリ。マットバードさん、つかず離れず、ちょっとね。マットバードさん、つかず離れずって、磁力的にどうなんだろう、哲学。わからんな。ありがとうございます。メリクリ。01キーノートさん、キューバに本当におめでとう。メリクリってことでありがとうございます。メリクリ。MS14JG さん、スパチャ読みお疲れ様だよ、置いときますねということでありがとうございます。メリクリー。まだありそう。エロキャンさん、メリクリー9万人マジでおめでとうということでありがとうございます。メリクリー。アマヤシャさん、プレゼント遅れたぜ。アマヤシャ、合ってた、よかった、ありがとうございます。メリクリー。ダースドラゴンさん、9万人突破、本当に、もう、ろれつ回んなくなってきてるよ。ダースドラゴンさん、9万人突破、本当におめでとうございます。で、ありがとうございます。メリクリー。柔らかさなぎさん、ひどいと言って、ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、ありがとうございます。メリクリー。ゾウシマさん、変わり者の変人が通りますよ、と言って、ありがとうございます。メリクリー。これ、あれですね。ジトミのこと好きなんて、変わったやつらだな、お前らみたいなこと言ったやつですね。ペコさん、変わり者で結構だって、ちなみのそういうところが大好きですから。えへへ。真顔でえへへって言ってたわ。ありがとうございます、メリクリー。あ、鼻がズビズビしちまった。パッ。まあ、結構あるな。ここからか。ここだ。ナローさん、変わり者、マイノリティ上等、あと10年応援させろよ、ということで、ありがとうございます。メリクリー。10年か。時は長いな。ハイネコさん、スーパーちょっとありがとうございます。メリクリー。トムさん、いつも配信ありがとう、お辻と、ということで、ありがとうございます。メリクリー。こちらこそ。ステインバーグさん、スーパーちょっとありがとうございます。メリクリー。
これユーハで合ってるかユイハなのか、ユーハかユイハか、ユイハかな。チャンユイハさん、メリクリープレゼントできないから初パチャで、ありがとうございます。メリクリーパチャはクリスマスプレゼントだよ圧倒的に。百均ボーイさん、今来たメリクリ9万おめおめとで、ありがとうございます。メリクリー。あ、ナノナオさん、メンバーありがとうございます。ようこそさてつでバチバチ、ありがとうございます。鼻が。猫飯猫らさん、なんか3000になっちゃったけど、ギフトカード送った。メリクリー &9 万におめでとう、これからも応援してます。で、ありがとうございます。メリクリー。あ、すごいんだよな、くれた後にくれるの追い打ち。アッチムさん、メリークリスマス。のチームもくれなかった上に理解できなかったので、赤紫スポのプレゼントだけ投げときますね。ってだけじゃない、あまりにもすげえのよ。ありがとうございます。メリークリー感謝。テミーさん、メリークリーということで、ありがとうございます。メリークリー。シーズンさん、本編見れてないけど9万におめでとうということで、ありがとうございます。メリークリー。肉じゃがさん、メリークリスマスということで、ありがとうございます。メリクリ。アルファ4023、メリクリということで、ありがとうございます。メリクリ、 Thank you so much。 馬さん、9万の砂鉄にメリクリということで、ありがとうございます。メリクリ。メルさんは愛読み上げてもらったって、ありがとうございます。メリクリ。およ。奏者さん、さてあとどれくらいスパチャはあるかな、どうなんだろうね、ありがとうございます。メリクリ。松前漬けさん、スーパーチャットありがとうございます。メリクリー。ちょっと待ってね、読めないのをくぐり続けてるから。やべ、読めねえ、やべえ、読めねえ。あ、ジハンか、キツネジハンさんか。キツネジハンさん、メリーということで、ありがとうございます。メリークリー。イーピンさん、9万におめでとうございます。企画室に発色じゃなかった。企画室に触発されて曲作ったんですけど、MV にジトミさん使って、つべにアップしてもいいですか？あと、概要欄にチャンネル URL 載せてもいいですか？ということで。スーパーちょっとありがとうございます。ポチポチ。この件に関しては、とりあえず、ジトミも、難しいなぁ。はいとも言い切れんというところです。一応、これダメって言ってるわけじゃなくて、配信の概要欄に、ボムズの公式ホームページがあって、そこに Q&A があるんですよ。Q&A があって、だいたいそこに二次創作するときは、みたいなやつが書いてあったりするので、そちらを見ていただけると、なんか切り抜きをするんだったらこうとか、そういうのがね、ちょこっと書いてあるので、そこを読んでみてもらえると、その上で、二次創作というのは、グレーゾーンをいかにどううんぬんぬんぬんなので、という感じです。だから、イエスともノーとも言えないということだけ。二次創作はね、本人に聞くのはね、ちょっと難しい。なかなかね。だから、まあ、好きにやったらえ。これはイエスでもノーでもない。好きにやったらえ。って感じ。そうそう。だから、概要欄に、ボムズのホームページがあって、そこに、ガイドラインがあるよ。を、回答とさせてほしい。で、いいかな？という感じで。ちょっと待ってね。今、英語と戦ってる。ということで、まあ、スーパーチャットありがとうございます。メリクリ。と。バセードシャークさん、かな。ベーストシャークか。バセードって呼んでるわけないわ。ベーストシャークだ。ベーストシャークさん、メリクリモノエイトで、ありがとうございます。メリクリ、Thank you so much。メリクリスマス。やり投げさん、メリクリ、身代わり人形を送りました。身代わり人形が何かを身代わってジトミは守ってくれるといいです。ありがとうございます。メリクリ。守ってもらえるかもしれんな。感謝。
安住夏目で合ってるよ、メリクリことよろってことで、安住夏目さんメリクリことよろ、あらだことよろ、来年だな。ありがとうございます、メリクリ。ルイピンさん、テンション上がってるしとみかわよ、草。ありがとうございます、メリクリ。ペンラックスさん、メリクリってことで、ありがとうございます、メリクリ。 Thank you so much。 ビターテンタクルさん、メリクリーということで、ありがとうございます、メリクリー。 Thank you so much、 メリークリスマス。一夜さん、あ、一種だった、一種です、あ、すいません、ありがとうございます。一種さん、一種です、ロボット乗って宇宙を無人に駆け回っておくれということで、草、ありがとうございます、メリクリー。カーレンツイさん、メリクリモノエちゃんということで、ありがとうございます、 Thank you so much、 メリークリスマス。GI ウルフさん、9万人おめでとう、メリクリ。仕事が終わったばかりで追いつけてよかった、アーカイブ楽しみということで、確かにこれ赤かったんだよ、すごいよ本当に、ありがとうございます、 Thank you so much、 メリクリ。タカさん、モノエちゃん9万人おめでとう、そしてメリクリということで、ありがとうございます、メリクリ。ツナさん、泣きながらスカバチャ読みするって、ま、あ、ここまで来たか、いや、しないです。ありがとうございます、メリクリ。マットマーノンさん、止まるんじゃねえぞ、俺も止まらねえからよ、希望の花、はい。ありがとうございます、メリクリ。メルさん、どうだぞ、10万人が壺地で待ってるんだから、15人は何か予定しときますか、予約はしません、10万人はまあ壺を頑張るよ、ありがとうございます、メリクリ。俺もしかしたらググったら読み方出るか、これ多分アストラルさんだな、合ってるはずだ、多分きっと、メイビー。アストラルさん、メリークリスマス、もらえボムズの皆さん、あ、皆さんを見ていつも嬉しい、国が違うせいで寝る起きる時間はめちゃめちゃなんだけど、これからもいっぱい見たい、メリークリーということで、ありがとうございます、 Thank you so much、 メリークリスマスかな、あとちょっと。メルさん、そういえばアメちゃん台出すの忘れてたわ、草。クリスマスプレゼントってことでどうぞって言って、ありがとうございます、メリークリー。唐揚げ弁当さん、ちとみちゃんのおかげで人生変えるコンテンツにめちゃめちゃ出会いました、今クソ楽しいです、本当にありがとうってことで、そう言ってもらえるとクソ嬉しい、ありがとう、いえ、メディキ。スライスライスさん、今来ました、またアーカイブで見ます、今におめでとう、ちとみメリークリスマスで、ありがとうございます、メリークリー。アバミツキさん、そういえば言ってなかった、メリークリスマスプレゼント楽しみにしてもろって、クソ楽しみだわ、ありがとうございます、メリークリー、感謝。ということでね、よし、1時間かかんなかった、ジトミもスパチャ読みが慣れてきたな、あ、押し物リストっていつまで更新してくれるんじゃろう、じゃあ配信切れるまで配信切れるまでかな。ポス4200さん、スーパーチャットありがとうございます、メリクリ。小田仏さん、メリクリスパチャ読み切れて偉い、サムネ使用料って言って、普通逆なんだよ、サムネ使用料は私が払うものなのよ、ありがとうございます。本日のサムネはですね、小田仏様に書いてもらったイラストを使用させてもろてます、感謝、ありがとうございます、クソエッチなんじゃ、ありがとうございます。弾かれたやつをマシュマロでね、送ってきてくれるのね、大変ね、わかる、ありがたいしね、本当にそれで良いのよ。どうしてスパチャでやってしまう、なんか増えてね、待って。マッチョトーニャさん、スパチャ読み上げお疲れ様ってきて、ありがとうございます、メリクリー。ナローさん、スパチャ読みが1時間以内に終わるほどに成長したジトミに乾杯ってことで、ジトミは後で酒飲もうかな、ありがとうございます、メリクリー。
MS14JJ さん、お疲れ様です。ということで、ありがとうございます、メリクリー。グリさん、スーパーチャットありがとうございます、メリクリー。巻き返さん、スーパーチャットありがとうございます、メリクリー。山本めんさん、熟練スパチャ読みに進化ってことで、やったぜ。ありがとうございます、メリクリー。ツナさん、スパチャが終わらないってありがとうございます、メリクリー。スーしてしまいました。よし、これとね、よし、さあ、じゃあちょうどいい時間だな、終わるか。明日はボムズでマイクラだし、あ、ギリセーフ、ギリセーフです。シミコンさん、ギリセーフお疲れ様ですって言って、ありがとうございます、メリクリ。ゾウシマさん、投げ忘れてた、いや、投げてたよ、今日。投げ忘れてた気がするじゃない。投げてた、投げてた。ちゃんと投げてたよ。ありがとうございます、メリクリ。ここ数日の予定だけ出しとくか。ね。配信内容は言えないけど、年末の、配信がある日だけ言うね。25日配信ある、26予定入れてない、27配信あるけど私の枠か分かんない、28も予定入ってない、29が新葉樹林、今年最後があります。30が、配信ありますくらいかな。31は分かんない、1も分かんない。だから、配信予定があるのは25、27、29、30です。それ以外はまあゲリラだったり、また思いついたらやったりします。リプワさん、スパチャ読みおつ、来年以降も応援するぞってことで、ありがとうございます、メリクリー。いや、本当に配信予定こんないっぱいになるとは思ってなかったね。週に2回くらいしかやんないかと思ってたよ、配信。なんでこんな今日しんみりしてんだ。クリスマスだぞ。クリスマスってバチテンション上げる日じゃないのか。イエーイ。あれ？数えたら本当に今月先生と9回くらいこれをしてて笑った。そうだよ。なんだかんだ、ジトミ先生のこと大好きだからな。イエーイ。さ、じゃあ締めよう。ダラダラやっててもよくない。私も見たい配信があるかもしれない。宇宙見に行くかもしれないしね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。お送りしたのはボムズ所属の個人バーチャル YouTuber ジトミモノエでした。メリクリー。じゃあな、おつじと良い聖夜を過ごせよ。ここから聖の6時間、ジトミはツイッターに上がってこないかもしれない。なぜかと言ったら、自分が配信してる間にやってたクリスマスのスペシャルを見ることになるからだ。聖の6時間を堪能するんだ。ニコニコ。おつじとー、バイバイ、メリークリスマス。おつじとー、おつじとじとじと、おつじとー、おつじとー、バイバイ、おつじとー。マジで9万人感謝とプレゼント感謝だったぜ。ありがとうな、ジトミのサンタさんたちよ。イエイ。